いいと思うんですけどね、はい、キーパーが出た。キム・ジンヒョンのポジションがね狭まってくるんでね、はい、あっとやられた、見てなかったよね、シュート決まりました。キム・ジンヒョン一瞬の隙を突かれました。なんかね言ってあげないとダメですよね、はい、も田代が後ろで完全に狙ってたんでね、いやこれは意外な、セレッソにとっては失点、同点です。これずっと田代後ろにいますからね、これを狙ってるんですよ、はい、まあね、言葉一つだと思うんですよね、だからこの辺のコミュニケーションでやはりキム・ジンヒョンもねやはり周りの状況を見てやはりボールをプレスしないとね、はい、田代今シーズン6点目、